エクスパシティは大阪府水田市千里万博公園の万博記念公園内にある複合施設。かつて万博記念公園内で営業しており2009年2月に閉園したレジャー施設エキスポランドの跡地について公園を管理する大阪府が跡地の再開発事業者を公募し教育と娯楽を融合させた複合型施設の開発を提案した三井不動産が 開発事業者に選定され、同社の策定したエキスポランド跡地複合施設開発事業により建設される商業施設、レジャー施設である。三井不動産商業マネジメントが運営する。2015年11月19日に開業。中核店舗となるララポートエクスパシティのほか複数の大型エンターテインメント施設が入居する。複数の建物で構成されており、 地上1から3階建て構造である。隣接してパナソニックスタジアムスイタがあり、エクスパシティと同時期に完成した。なお、同スタジアムで試合が開催される場合は、サッカー観戦目的の駐車を避けるために、特別料金がかかるようになっている。現運営施設過去に運営されていた施設主なテナントとして、ロフト、無印良品、エディオン、赤ちゃん本舗のほか、 スタヤ、スターバックス、カメラの北村が融合した、スタヤブックストアなどが入居する。開業時に、三井不動産が、エリア放送地上一般放送局の免許を取得、フルセグ及びワンセグ放送をしていたが2017年7月に、エリア放送の免許を返上している。なお、番組制作に携わったのは、有線一般放送事業者である、突般印刷だった。校内に、 地上一般放送局一局を設置していた。ありがとうございます。